まずはオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。ジュエルスの後に、試合お願いしますと言って、まさかこんなにポン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 と組まれるとは思わなくて、本当に今日の日を、迎えるために動いてくださった、周りの方、そして迷惑をたくさんかけたジムの代表をはじめ、自分のみんなにありがとうっていうふうに言いたいです。勝って本当は恩返したかったです。対戦を終えて相手の印象は違いましたか？一言で言っちゃうと格が違うっていうふうにもちろん分かってはいたんですけど、同じこう人間なのでどこか穴があるんじゃないかなっていうふうに自分は研究して、ビビらず向かっていったつもりなんですけど、やはり自分が思ってるよりもちょっと遠いなっていう、それ距離的な間合い的な意味でちょっと懐が深いなというか、ちょっと遠いなっていう感じで、自分が持っていきたかった距離にあまり入れなくて詰めれなくてっていう感じですね。はい。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えてください。ちょっと今まだすぐ思いつかないんですけど、でも今ジュエルスのベルトを持たせてもらっているので、しっかりもう一回防衛をして、したいなというふうにまずは一つ思ってます。それ以外はちょっとまだちょっとよく分かんないです。すいません。